どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は3月に一番着た服を紹介しようと思います。それではよろしくお願いします。 YouTube で服を紹介している投稿者は実際何を着ているのかという疑問を解決するために始めたこのシリーズですが、今回で5回目ということで3月によく着た服を紹介しようと思います。関西の3月は春の陽気も相まって20度付近まで上がることもしばしば、だいたい15度前後ぐらいでかなり過ごしやすい気候になってきました。ですが朝晩は1桁まで冷え込む寒暖差の激しい月でした。そんな3月によく着た服を紹介しようと思います。まずは靴から。靴はですねこちらのニューバランスの515になります。数年前にアウトレットで購入しました。当時はですね、番号で違いがあるとは知らず何も考えずに買っていましたね。まあ、515ってなかなか見ないですよね。ニューバランスのシリーズでは人気の996や574、フラッグシップモデルの1000番台が真っ先に思い浮かぶと思いますが、ニューバランスの500番シリーズはオフロード仕様で砂利道などの道の悪い場所を想定して開発されています。シルエットはゴツゴツした太めの作りで安定感のある履き心地が特徴です。まあ、実際履いていても、まあ、普段歩くのは舗装された道ですが、道の悪いところを歩くと想定して作られているというだけあって、まあ、長時間履いていても疲れることもなくてストレスもなく履き心地もいいです。ちょっとしたアウトドアには履いていきますし、ニューバランスはどんな服にも合わせやすくて重宝しますよね。はい、続きましてパンツになります。パンツはこちらのウェアのスキニージーンズになります。数年前にアーバンリサーチのショップで購入しました。かなり細身ですがストレッチが効いているので履きやすく、シルエットも綺麗に見せてくれます。このパンツを買うまではデニムのストレッチ素材にあまりいい印象を持っていなかったのですが、これを購入してからいい意味でガラッと印象が変わりましたね。まあ、あまりの履きやすさにですね、色違いでもう一色買ってしまったくらいいいです。様々な動画で履いてるんですが、コメントでどこのパンツですかなどの質問も来るくらい色味も絶妙でシルエットもいいので、まあ、一度試してほしいパンツですね。はい、続きましてインナー。インナーはですね、インナーは毎度おなじみ無印のインド綿天竺編みクルーネック長袖 T シャツです。まあ、ずっと紹介しているので今回も説明は割愛させてもらいますが、気になる方は別で動画ありますのでそちらをご覧いただけたらと思います。まあ、これもですね、色違いで何着も持っています。まあ、ちょっと余談になるんですけど、今気になっているインナーはムジラボの蝶々綿天竺編みクルーネック長袖 T シャツです。まだ試着したこともないんですけど、名前からしても良さが伝わってきますよね。まあ、先月の動画のコメントでも視聴者の方におすすめのインナーを何点か教えていただいたので今度試してみようと思っています。はい、続きましてアウターになります。アウターはですねこちらのノースフェイスのマウンテンライトジャケットになります。まあ、暖かい時はですねこちらのマウンテンパーカーのみで過ごしていますが、寒い時はですね中間着として、まあ、寒い時はですねこちらのフリースを中に着込んで気候に合わせて使い分けていました。まずは中間着と使用していたこちらのノースフェイスのマウンテンバーサマイクロジャケットから。まあ、先月の動画でも紹介しましたが、その名残で3月も着ていました。中間保温着として使用することを考えて作られているので、薄くてすっきりとしたシルエットで着用することができますし、中に着込んでもゴワゴワせず着膨れすることもありません。まあ、薄いですがしっかり保温性もあります。折りたたむとある程度コンパクトになるので、暑くなってきたら脱いで気軽にカバンにも収納できます。こちらもですね、使い勝手が良すぎて色違いで持っています。はい、続きましてこちらのノースフェイスのマウンテンライトジャケット。ノースフェイスで一番人気のマウンテンパーカーになります。私の動画の中でもこちらのマウンテンライトジャケットの紹介動画が一番伸びてますので、一番思い入れのあるジャケットでもあります。人気なのもうなずけるデザインと性能を持っていて、個人的に一番いいと思うのはゴアテックスを使用したしっかりとした生地です。私自転車やバイクに乗ることもしばしばあるんですけど、雨だとどうしても出かけるのが嫌になったり憂鬱になることもあると思うんですが、このジャケットだと雨を気にせず走ることができますし、まあ、雨だからといって出かけるのが嫌になるということもありません。
これにですね、レインパンツとバックパック用のレインカバーがあれば、もう雨なんか怖くないですよね。あと、ゴアテックスなので風も通しません。最近いいと思ったのは、娘を抱っこしていると、まあ、服を噛んできたりするんですけど、まあ、ほつれたりしないので助かっています。カラーはですね、春夏と秋冬で毎年2回新色が出るんですけど、まあ、魅力的なカラーが毎回出るので困ってしまいますよね。このジャケットもですね、先ほど紹介した服と同様に色違いで3色持っています。ですが、手入れも表面を拭くぐらいで頻繁に洗うこともなくて、かなり使いやすいんですけど、まあ、1着あればいいかな、今になっては思いますね。はい、ということで3月によく着た服は、靴がニューバランスの515、パンツがウェアのスキニージーンズ、インナーが無印のインド綿天竺編みクルーネック長袖 T シャツ、中間着がノースフェイスのマウンテンバーサーマイクロジャケット、アウターがノースフェイスのマウンテンライトジャケットでした。はい、以上になります。ということで今回は3月によく着た服の紹介でした。今回紹介した服のほとんどがですね、色違いで複数持ちなので、まあ、かなりおすすめできます。今思いついたんですけど、またいつかですね、色違いで複数持っている服の紹介動画も出そうと思っています。また来月も出そうと思っていますので、よければ楽しみにしておいてください。今回の動画を楽しんでいただけたなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。